皆さんこんにちは、ワンダルグルフジです。では今回は、信長の野望革新、上杉景勝プレイ、続きやっていきたいと思います。関ヶ原合戦シナリオを使ってですね、史実では上杉景勝は、北に進んで、最上、伊達と一戦交えたわけなんですけども、このゲーム上ではですね、関ヶ原に向かう徳川家康を、これを追撃して、関東、江戸に乱入するという仮想戦記をやっていければいいかなというふうに思っています。で、前回までにですね、宇都宮の目前まで迫っています。なので今回は宇都宮城攻略をね、中心にプレイの方していきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。前回取ったね、城に武将を入れて、ここで、まず、宇都宮城攻略するためのね、足場をしっかり整えていきたいと思います。ちょっと全然違う話をするとですね、今コロナでね、海外旅行とか全然行けない方多いと思うんですけど、僕はタイが好きで結構タイの方によく遊びに行っていて、その中でもね、夜遊びゴーゴーバーが大好きだったんですけども、ゴーゴーバーが何かっていうのはね、Google とかで調べていただければと思うんですけども、簡単に言うと、女の子が、いて、女の子が接客してくれるっていうね、一番最後まで接客してくれるっていうような、サービスのお店です。で、そこで僕のお気に入りの女の子が、いたんですけども、やっぱりコロナウイルスの影響でね、所属していた、本当に日本人にすごい人気だった虹レインボー2っていうお店だったんですけども、そこが潰れてしまってですね、系列店のレインボー4っていうところに移籍、させられたと。で、そこでは新参者ですよね。今までは違うお店にいて、新しいお店に来たと。で、その新参者の彼女はですね、そのレインボー4っていうところは、今だと3つグループに分かれてるみたいで、1つが、いわゆる水着で、踊って接客する。で、もう1つが、コヨーテって呼ばれる、本当にもうダンサーさんですよね。そして、もう1つが、上半身がトップレスで、接客するっていうね、3つに分かれてるんですけども、もうその移籍したことによってトップレスグループに入れられてしまったという情報を現地の方から聞きました。でね、すごく残念なのが、その僕のお気に入りの女の子だった子は、おっぱいの形もすごく良くて、大きさも結構あったんですけど、そのおっぱいを出さなきゃいけないトップレスの、組グループに入れられたことが影響なのかどうかわからないんですけど、シリコンをね、どうも入れてしまったらしいんですよ。これがね、すごく残念だなっていうのが、ここ最近の僕のバッドニュースです。という話をしてるところで、兵26千が入りましたので、これ宇都宮城攻略、早速着手しましょう。出陣します。前回、同士討ちを覚えた直江兼続。これかなり強力になると思うので、これ同士討ちと混乱と鼓舞、3つ持たせて、宇都宮城に出撃。これでね、一気に敵を削り取っていきましょう。さらに景勝も1万引いて出陣です。こんだけの数を使ってね、一気に宇都宮城を飲み込んでいきましょう。で、宇都宮城の後なんですが、結城城、さらにその先には江戸っていうね、ところも見えてきますね。関東の黒人衆とは協定を結んでいる状態なので、この協定が生きてる間に江戸までなだれ込みたいですね。一方、春日山城にもね、大きな兵力入ってるので、これは注意しなきゃいけないところになるかなと思います。では、攻略戦始まってます。見ていきましょう。まずはコブを一回打ちます。私に続け。この後は同士打ちまで金粒は貯めたいので、方針をマニュアルに変更、自分で指示を出します。やってくれる。森秀治が宇都宮城を守ってるな。相手の武将情報を見ますか。宇都宮城ですが、堀秀治、あとは諏訪頼忠、この辺りですかね。特に注意しなきゃいけない、強力武将はいないかなと思います。
牧場の技術は提供しましょう、代わりにくれるものがあればというのは一応交渉だけはします。信勝が使者でやってくるんだな。一応全部拒否されるね。ここは草履を入れておきます。佐竹隊も便乗してきやがったな。柴田城の周りで一騎が起きてますね。これは早々に鎮圧しましょう。出陣して一気に届き物の農民隊を撃破しましょう。まあ、実際には徴兵しまくってるので、まあ、一騎が起きやすい、民衆が下がってる状態なので、まあ、ある意味ではしょうがないのかなというところなんですけどね。今これを放置するわけにはいかないので。で、宇都宮城の先の結城城には2万の軍勢が入ってますね。ここが一つ決戦の場になるかな、結城城の攻撃はね。金継ぎの同士討ち。佐竹軍がこれ横からかっさらうっていうパターンはちょっとねやめてほしいですからね。はい、宇都宮城取ったは取ったんですけど、佐竹に横からかっさらわれるっていう、なんともね言えない感じになっちゃいましたね、佐竹め。まあ、ただ最前線を佐竹に任せられるというのは悪くない条件ではあります。なのでここは佐竹に任せて、我々は給料回復ということで、この春日山城攻略にね着手するっていう、こっちの手段をちょっと考えましょうか。そこから善光寺通って、まあ関東に同じく乱入するっていうね、この作戦も取れるかなと思います。米沢城の方に伊達軍が攻め寄せてきてますので、これ、影勝自ら出陣して防衛に当たりましょう。ちゃんと防衛して米沢城をね、守備しておきたいと思います。敵の手に、まあ、落ちるわけにはいかない、まあ、そういうところですね。またちょっと米がピンチだな。結構米不足に頻繁に陥ってるので、米をちょっと買っておきましょうか。このタイミングで米をとにかく大量購入しておきます。お金の方に余裕があって、米に余裕がないっていう状態ですね今ね。お、重座ね打ち取ったな。伊達重座ね打ち取ったり、これ大きいな。あとは政宗だな。政宗は強いな。うまく同士打ちがはまってくれればいいですけどね。はい、政宗の部隊退けることに成功しています。ここは要注意ですね。米沢城の防衛はね、常に頭には入れておきましょうか。ん、雪村がここでこの上杉領にやってきてますね。真田は徳川に滅ぼされてるので、これは絶好のチャンスだな。なんとか、雪村、まあ、信繁ですよね。信繁を、この上杉家の家中に迎えたい。戦力がだいぶ変わってきますよね、それによって。雪村の登用に成功してます。これで戦力がだいぶアップするな。はい、佐竹から宇都宮城攻略のための、まあ、防衛かな、防衛のための援軍要請が来てますね。これはお金をもらって援軍を出す、支度を整えましょう。了承します。まあ、ただそんな危ない状態なのかな。うわ、攻められてんだ。いい直政が先陣で4500、その後大久保、結城、まあ、合わせて12000の
第2陣、第3陣が出てますね。ここは、一応防衛のための軍を、ちょっと出しといてあげましょうか。といってもなんか、まともな編成、ならないかなとは思いますけどね。では、兵3万5000、全軍を持って、春日山城攻略戦に入っていきましょう。春日山は、謙信時代のね、上杉本拠地ですからね、ここを回復していきます。出てきたな。兵1万。これで出てきてくれたのはありがたい。信行がいるな。真田信行がいるっていうのがまたちょっと微妙な感じだな。まあ、しっかり、兄弟対決を制していきましょう。まずは、早いところでコブから打っていきましょう。直江兼継だけ自分でマニュアルで指示を出していきます。兼継の兵の減りがちょっと早いな。気合を入れよ。いや兼継の減りが本当に早い。よし、同士打ちが決まって敵をまずは撃破しました。兼継はもう一回ぐらい同士打ち出したいかな。もう2回の退却か。蹴散らせ。敵部隊壊滅しました。蹴散らせ。兼継と最上は一度退陣させる。じゃあその後もう一度再出陣させますか。4000ほど兵を貯めて出陣しますか。いや強いねやっぱりね。春日山城そう簡単に落ちるような城ではなかったんですね。ちょっとここは兵力をもう一度整えてやり直します。はい、では兵増強して3万から4万5000まで増やしました。もうこれは柴田城、会津若松城から兵をまあ、約1万から1万5千ぐらいですね、輸送してきたところによる成果です。では、改めてこの状態で出陣していきましょう。まあ、兼継の減りが、やっぱり異常なほど早かったというのがあるので、まあ、これを、ちょっとどううまく、カバーリングしていくかっていうところですかね。かしこまりました。同じく兵は最大兵力で出ましょう。これでもまだちょっと余るぐらいかな。そうだね、1万も余るんだ。1万も余るんだったらちょっと出直そう。で出陣するのを2つに分けて出陣します。これで数自体がドーンと増えた形ですね。前田刑事も出陣というこういう状況です。敵は今回は老将一辺倒か。出ては来ないな。出てきてくれた方がね兵を削りやすくていいんですけどね。今回は完全なる城攻めになりそうです。出てきたな。出てきたこれを一挙に叩いていきたい。野上隊ちょっと兵の減りが早いな。今回も兼継だけ自分で指示を出していきます。いいね。兼継は計略系の戦法が3つつながりましたね。これ3つつながるのと1個で終わるのでは全然違いますからね。刑事もヤリブスまで攻撃。悪くない。落とせるかもしれないな今回は。ただモラミ隊がここでだいぶ兵力削られてるんだな。真田の親子対決も、うん、兄弟対決もちょっと微妙かもしれないな。
最上隊は一度柏崎に戻してもう一回出陣してきてもらいましょう。さあ春日山城本丸に突入してますね。これで給料回復も時間の問題かな。踏み潰していきましょう。これで給料回復、春日山城が取れました。でかい、これはでかい。ただ北陸の国人衆が暴れ回ってるので今度これの討伐もしなきゃいけなくなりましたね。とりあえず修復させます。でその間に出陣。いつの間にか黒人衆に荒らされている。柏崎港回復させます。はい、では今回はね、上杉家の丘陵である越後春日山城の、ダッシュ奪還、これに成功しました。この後は、宇都宮城がね、佐竹にある意味横取りされたわけなんですけども、同盟を結んでるので、宇都宮城を抜けていよいよ結城城、江戸城といったね、関東になだれ込むというルートも取れますし、あるいはですね、春日山城を取ったことによってこの箕輪城を経由して、埼玉経由で江戸城に一気になだれ込むということもできる状態になりましたので、ちょっとどっちのルートを取るかっていうのも含めてですね、検討を進めていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。